お疲れ様となったです。今日最後こちらラバデッキやっていきます。さあ今日のラバはね、ラバだけですね。そのサブとしての攻めカードディガーやバルーンが入っておりません。まあその代わりね、他のカードで守れるよという防衛寄りの、ラバデッキでさえいきましょう。まあ呪文がねライトニングなのが特徴かなと。まあ今シーズンはゴブリンシュタインかな、流行ってます。まあだから一応はいないけど、ライトニングドラゴンやなんかまあそこら辺、まあ稀にいるぐらいか、まあ、そこら辺にも刺さるよねっていうこのライトニングですね。はい、まあ、環境が違えば絶対ファイボとか、まあなんならこのデッキすら存在しないかもしれないんですけど、もう最近はほんと対空がゴブリンシュタインだけとか、まあライドラーだけみたいな、なんかそういうデッキがね、まあいつもいるんですけどね、どの環境でも対空薄いデッキがいるんですけど、今シーズンはライトニングさえ打ってしまえばね刺さるんじゃねみたいな、はい、のも多いので、え、なんか相手の延命うまくない？美しいぐらいのさ延命されてさ、まあ負けそうですけど、まあこっからはもう勝てるでしょうとこういうこともあるんや、びっくり、舐めてました私はでもいや大丈夫だよ、大丈夫か、冷静に。これではマジアチきます。はい、まあなんか知ってるけどねっていう話ね。このスタンプで追いつきます。オーバー強いな。でボンバーも攻めで使えたらいいな。この辺適当に許容したいの。まあエレキマジアチャでもう一個の呪文がファイボとかだったら絶望だけど、ぽいぐらいじゃないかな。よし、ライトニングのことあるの、美味しくね、ライトニングのことあんの。いやこれ追いつけるかね。ラバ出したい。ワンチャンもね、ライトニング来ないと。しまいに行く。早くこのスタンプ打ってくれ俺に。悩んで考えて言うのね。さあ、いちいち追いつきます。まあ、マジアチャイムに芝居取ってもいいけどな。ちょっとキングやっぱプレッシャーね。まあ負け筋進化ペックかな。端前のね。ライトニングがやばいか。よし。えげつないカウンターがある。まあ行ったっていい。いや、竹がいい。真ん中への噛み合うとやだ。いや、斜めがヘナチコすぎる。キングなん俺が削んな、もしかして。許容します。守れば勝ち。その言うのうまいの。
でも呪文で。おい。パカ。パカパカ。よく耐えました。あぶね。最初のなんか変なチョコだった。絶対 1-0 で勝てるね。序盤のあんなんがなければっていう話ではあるが、まあライトニングも悪くないですよ。相手もペッカライトニングだったもんね。まあ、まあそういうことなんだろうな。環境にね、ゴブリンシュタインを飛ばしたい。逆にライトニング積んどきゃ環境も制圧できますっていうね。まあボスクは遅延好きだかな。フェニックス、おお、取れねーないのかな。ポイズン、あーちゃんとね。まあキング起動されんの嫌ではあるが、暇だし置いちゃうか。あーオッケーオッケーオッケー、いいね。でアイスイズフェニックスをライトニングでしばけたら美味しいし、まあ、しばけなくても進化ボンで消されたら嬉しいなっていうね。いやあれね、ちょっとめんどくせえな。でも角度さ、これ避けちゃえば勝ちじゃね。そんな単純じゃねえかな。トルネでさ、おしゃれにしてくるかなこれ。さすがにか。美味しくね。まあフェニックスが強いんだよな。後ろに下がんねんか。やべ、もっこりした。最悪や、もっこりフェニーが。最悪やけど、まあ、相性は悪くないんじゃない。相手のゴブリンの降りる進化が腐るで、ね、いいね。まあ降り置いちゃってもいいか。よしよしよし、負け筋なんだろうな。あんまねえな。まああいつか、強いて言うなら早めにポイズ貼ってくれるかな。あ、これやばいな。なんか微妙な感じになっちゃって気もするが、その檻ってさ竹取れんのかな。取れてねえんだ。何を吸い込んでんだ。スケラの竹良くない、良すぎない。でも負けず新カードだなこれ。初め新カード来るよ。取れ目がねえんだ。そうだよな、それ。いやーまあ仕方ないけどな。許容しちゃおう。やばそれ。相手対空3枚あんのか、気づいたけど。でかい。おし、体育3枚多いじゃん。体育3枚ちょっと多ない。そっか、新カードもあいつ空に攻撃できんのか。
ちょっと強いの。ちょっと今のは珍しい寄りだと思ってます。はい、もう環境体育ゴブリンシュタインしかいないみたいな、そんなのが多いんですよ。そう、超環境で得できるラバデッキです。はい、だからそれだといいな。ドリルかな、スケボンバ、うん、わかんねえな、なんか変なデッキだな。あー、まあ進化だ、まあ、ライトニング打っとくか、楽しく手札暇だしな。うん、まあロイホグのこんなデッキもあったけど来たわ。本当になんかキョスケロイフグのキョスケ抜きみたいなデッキがね最近いるんですよね。マザーネクロンもいるよね。ね、うん、そうそう、まあそれぐらいなら許せるか。いや、思ったよりマッスルとか優秀だったな。いやー、これねー、ラバーその形作れば絶対止まらないんですけど、作れないっすね1倍は。特に、うん、特についていくのだけで精一杯なので、一旦耐えよう。耐えてしまえば相手はマザネクとヤナメかな。まあ一応ラバーがブラスターで芝刈りはするんですけど、相手の方がきついと思うので1倍は俺がきついけどね。2倍タイムになれば流れはきます。それまでの我慢かな。このままラバー出したくないな、どうせロイグとかいっぱいあるし。角度大丈夫、俺の計算できないけど。いいの、いや、これでいい。相手やられるしかない。まあ新カードがあれだな、キング起動してもよかったかな。いやー、まあこれね、ヤナメでね解けちゃうんですけど、まあライトニングってこれでちまちまいきます。耐えのゲームです。許容もあります。勝ったくね、これこのダメージ受けても倒れないし。クリスト、ナイス、いいね。まあ、こういうね、本当にこういうのを狙ってます。対空がゴブリンしたいんだけど、まあ、今回マザネクいましたけど、対空そういうデッキがねやっぱいるので、そこに対して相性を取れます。まあ7、8割新カードいると思っていい、うん、そこに対しては刺さるんだね。カイトンカツさんはなんかゴレじゃないかな。ゴーレム以外使ってんのあんま見たことないな。しかもゴレリプ共有所いるわ。ゴレや、ライドラいるかな、わかんない。ライドラ入りゴレか新カード入りゴーレムかみたいなとこだと思うんですけど、ライトニング刺さりそうだな。まあ、逆に相手もライトニングあるかもね。まあでも、ホバかスケドラ、どっちか撃たれてもどっちか生きるみたいなね。アドも取れるし。さあ来た。これは、控えめでいい気がする。ホバリング早くやられてほしい。ライトラ一歩進んでくんねえかな。あー、いや、近畿さ、やろうと思えばみたいな。なんか、ビビってボンバー出しちゃったけど。よかったか。ライドラいないってことはさ、対空いてアイスウィズぐらいじゃない。スケドラいんのかい。
スケドラいる可能性もね。でもいい、スケドラもサイト、ライドラもない、いや絶対きついこれ。わあわあ、いやでも進化ゴブリン乗りさ大活躍あるよな。光栄何が来んだ、ムーとか。でもムーともライドラも一応ライトニングで破壊できるよ。まあ、オリオライトニング打って処理してくる可能性もあるよな。スケキン、え、めっちゃ美味しいもの全てが噛み合うグッドゲーム。いやそう、ラバライトニングってね基本的にないんですよ。基本さ、何、ヤナアメザップとかね、まあヤナアメだけとか、なんだろう、まあファイボザップとかね、まあ前だとボイドとかもあったけど、その普通に考えてラバライトニングってもうありえないかな、ありえないけど環境的にねありえてしまう。それだけライトニングが刺さるというか、ないと頑張れない。うん、相手のライドラムートとかもね、俺がこれライトニングじゃなかったら話は全然変わってんすけど、もう刺さりすぎてるよ。でほんと環境得できますさえ本当にスペル1枚でね、これらって相性とかも全然変わってくるから。いやいいね、これ相手がゴブリンシュタインとかで言っても、まあそこにライトニング打てば基本的に通るよねみたいな感じなんで、ちょっと檻も良かったあんま使わないんだけど。さあパープルブラスターか、まあブラスターまあどっちだっていいの。ボンバーね、まあペッカとかにもいるし、ゴブリンドリルにもいるし、なんか珍しいっちゃ珍しいけどな。 VJ かな、このペッカしかいない時代に。さっきのなんかいたよな、こんなデッキ使ってる人。いや別に何でもあるな正直。ペッカが、あーでもマジでロイホグよね。豚です。いやめっちゃなんか豚多いな。ちょっと待って、豚がやばい、豚がやばい、麦に来る。いやこれ橋前のさ新カードが勘弁してほしいよな。おばきょうよか。てか左の方がダメージ入ってんだ。なんで？これはね、そこまで痛くはない。なんなら、新カードとマザネクしかいないんで、もうまんまをライトニングでさよならで。と思ったけど、まあそうなんなら、やべ、角度が。いやでもヤナアメかこれで、あーよくないね。まあまあできたらライトだけど、多分ヤナアメで、あーうまいな。ビリビリでさ、そんな綺麗に処理できるセンスが必要だよね。でスキルで一応タワー受けるけど、まあこれ使ってくれたって嬉しいな。これなんか左の方がダメージ受けてるし、一応進化ボンか。ロイフグ来て、戦い戦なんかケアしたいな。これ出すか。やべ、なんか微妙な。囲めない。やべ、なめる。え、めっちゃいい。なんて優秀な。これ即ライトニングしたいけど、マサネク残したくないな。いや、でも、さすがに打つか。で、これは、自陣のホバリングとかは最強になれるから、それでケアしたい。いいね。いや大丈夫、絶対安心して。橋前新カードの方が普通になるよ。でも進化ボンでうますぎんそれ。この相手なんかめっちゃうまいな。でかライトニング圏内です。一応食え食え食え
餌の時間だ。飛来しあんのかな。マジ勘弁して。おい危ねえ、なんかうまかったこのスキルのね、シュタインのスキルの使い方がうめえ。まあでもラバンにホバとかね、スケドラつけてシュタインにライトニング打つだけでいいんで。ブラスターや、ブラスちょっと多いの、ブラスターイコールヤナメがねセットになってるのが多いんで、そこに関しては嫌なんだよな。すげえな、なんかまたさ、ロイホグのパターンある、そんな流行ってんの。絶対俺の明日の動画になるよ本当にそんな強いのかそれ。いや全然別にペッカもあるんだけどね、ペッカゴブシャイブラスター、ペッカラムブラスター。あ、違うな、何これ、ナイトボンバーやな、わかんの、わかんの、珍しすぎん、枯渇。これさ壊れなきゃ寄るんだよ。1枚ぐらいユニット来るだろ。無理はしない男います。いや右めっちゃ入るなら右にすらよかったって。え、マジでさ、あっつっゴブリンのりえやばいよな、もう7アドよ言ったらこいつで、やばない、ゴブリンのり最強やん。いやうまいなそのタゲ。やらめあんのかな、まあブラッサーだしあんのかな、やだな。え、ミリ残りでかっ、マスパンチ一発殴った今の、怪しいな、でかいでかい、ちょ降り欲しい、降りないと次進化ペッカなんだよな、8枚から来るかな、ナイトなんだろうしかそんなことある、誰か予想できましたか。対空エレキだけおもろすぎる。いやこれラッキーだな、対空ないデッキやっぱ多いんだよ、ね、でも耐えれない、やばい、脇が悪い、うわっうわっやべっ、こういう追いつかれ方をするとさ大抵その試合負けるっすよね。もう俺は勝つけど、だってこれラバ出してきついもん、相手の人全部解けるよ簡単に。次のエレキでもよかったけど、まあいいか、いいねいいね、繰り返そう、これだるくない普通に、このホマとかもう無敵だもんな。いやこれさフリーズとかもないもんね、えぐ、アドがやばい、はい、さすがにねマッチング運幸せね、これが。おお怖いね、うわすごいね、やる気が違う、ワンチャンスをね。さあナイス、おいしいな、マジなんかこういうのがね結構あるんだね、ラバの強みっすよね。まあラバって相性に結構左右されやすい寄りだと思うんですよね、相性いいのもめっちゃいるんですけど、まあ逆にファルチェ・ウィザードね、やだ雨コウモリみたいな、いやお前空カード8枚ぐらいあるやんみたいな全部ねとか引くとね、もうその瞬間結構絶望になったりもするんで、
まあ相性には左右されやすい寄りではあるよね。初手ペッカね、マジ嫌い。最近こんなのばっか。いやー、まあ延命してもよかったけど。まあこれね、ラムライダーとゴブジャイどっちかなっていう話なんですよね。問題は一旦守ってもいいな。俺のデッキはなんか火力がものすごいあるデッキではないんで、守ることが大事。いやでもここに関してはね、正解分かんなかったな。なんか進化ペッカにさ、ゴブリンの乗り使いたくなっちゃったよな。でもホポまで出すとすごいアドなんだよな。いやめっちゃいい方を送った。で鬼の位置が高いんだ俺。うわー、え強いな。やばいな、これ低めペッカで受けられてさ。うわ分かってんなんだ。でも対空がさ下にしかなかったらさ、これ相手処理できないっすよ、ホバリング。ふふ幸せすぎるな、ホバリング法。うわいいね。いやマジ対空ゴブリン下にしかない。やばい、ね、勘弁してよそれ。うん、強すぎだろ。いいよ、まあ檻置いてからがかな、安牌はね。ケツつけたらしちゃってかもね。平井神ケアなんかしちゃってね。いやマジで全てをケアできてます。で新カード用に位置を変えたいな、まあ、ライトニング打つだけなんだけどな。2秒でスケドラ延命、よし。いやこれだけであえて吐けんだろう。ヤナメじゃないしな、しかもレイジ使ったし。ヤナメレイジか、いやヤナメないやろ。はいはいはい、どうぞいってらっしゃいよ。いやこれね、これ神相性です。で、お腹すいたよ。これめっちゃいいな、ほんと環境のシュタインだけデッキに対してほぼ確でね勝てます。てかまあ相性は取れてるんで、まあ事故んなければね。いやライトニングめちゃめちゃいいな。体力高えかな博士。変にね、ファイボーザップじゃ解けないのか。ファイボーヤナメだったら解けますけど。まあ、ファイボーヤナメか、ライトニングヤナメね。おー、マイグッネス、ライドラね。ちょ、ラバあったらもうちょっちゃラバ抱きしたいの。ラバないのやばい、これ。かわいそう。うん、じゃ、キング起動もね、そのなんか、もうちょっといいカードがあったらできたんだけど。レオサイクル上。まあ、できるけど。え？なんでできない？檻が壊れてさ、ゴブリンの檻、ライドラゴブリンの檻になったかな。マジ勘弁してほしいさ。いやめっちゃいい。ライドラね。ライドラインドラか。まあでも。ライトラライトニングあるんで、あとはユニット追加のゴリ押しで祈りか。まあ、ライトニングなかったら絶望だな。いやでもしかも進化ライドラか、絶対低めに来るよ。低めに出したい顔してるもん。いやインドラからか。あそれなんかうまいな。なんかやられてるわ、うまいこと。え、そんな強いなら延命すればよかった。いやーこれさ置いちゃう？置きたくないよな。置いちゃうか。いやエリゴレ食えるなら食いたかったよな。いやボンバーこれ防衛でもいいかもな。エリゴレヒーラー、これインドラに勝てないんだよな。進化ライドラでも2秒で、
言うてか。これ平石されたら負ける。素晴らしい。もう一回守ったっていいな。でも相手はさ絶対全部っぱがあんのよ。え、これ熱い。インドラ咲いたらラバ出して、ポバ出してライトニング打って、そうインドラが いるとちょっとあれなんですけど、いないならもうこれで守れたな。お腹空いてない？ギャナ抜けんない。うわ美味しい。これあぶねえ。ライトニング最強っすわ。オリモな、なんか対戦相手によってはだいぶ活躍できるし、めっちゃいい。はい、紙デッキあります。よければこちらね、ラバデッキも皆さん使ってみてください。ちゃんとこういうのもおっしゃってたんだね。